エヴァン・フォーニエは、フランス・バルド・マルヌ県、サン・モーリス出身のプロバスケットボール選手。NBA のニューヨーク・ニックスに所属している。ポジションは、シューティング・ガード。16歳で、フランス国内2部リーグの JSF ・ナンテールで、プロデビュー。その後、国内1部リーグのリーグ・ナショナルバスケットボールの、ポアチエ・バスケット86に移籍し、重大ながら、中心選手として活躍。 リーグ史上最年少で20得点を記録した。2012年の NBA ドラフトにエントリーし、デンバーナゲッツから1巡目20位で指名され、2年間プレーした。2012から13シーズンの開幕戦、20歳の誕生日を迎えた2日後のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦で途中出場でデビューし、5得点1アシストを記録した。プレーオフでは最初の4試合で、 先発出場したものの、残りの2試合では、出場機会がなく敗退した。2年目の2013から14シーズンも、先発出場は4試合に止まり、伸び悩んだ。2014から15シーズン開幕前の2014年7月、アーロン・アフラロとの交換トレードで、オーランド・マジックに移籍した。移籍後は、ニコラ・ブチェビッチ、アーロン・ゴードンらとに、 中心選手となった。2016から17シーズン開幕前の2016年7月7日、マジックと5年8500万ドルで再契約した。2018から19シーズンは、球団として7年ぶりとなる、プレイオフ進出に貢献した。2021年3月25日に、ジェフティーグとドラフト指名権とのトレードで、ボストンセルティックスへ移籍した。オフに、FA となった。 2021年8月17日にサイントレードでニューヨーク・ニックスへ移籍し、ニックスと4年7800万ドルの契約を結んだ。フランスリーグ時代からピュアシューターとして鳴らしていただけあって、3ポイントシュートを得意にしている。逆にディフェンスに課題があるとされており、ディフェンス力を磨く必要性があるとされている。ありがとうございます。